今回はね色を塗っていこうと思うんですけど、このねサイドマーカー前後ですねと、このストップランプと、このね鍵穴、ここはね塗り残しがありました。まあ塗るときはね弱い色から塗っていこうかなと思います。これでいいかな。タミヤの面相筆乗るのか乗らないのかよくわかんない。シルバーとか下に敷いた方がいいのかな。クリアオレンジ感は全然ない。なんかむしろ色が濃くなっちゃってる。どうなんだろうな、こういうのって下にシルバーを入れるのがいいのか白を入れるのがいいのか。でも結局クリアパーツじゃないからな、下地の色が透けると思うんだけど。これね後ろのところ見えてるのかな。若干赤はね、あの赤に赤なんで下の色がまあそんなに上の色に比べて強いっていうことがないので、若干は出てるかな。そうか、ならこういう色が違うの塗るときは一旦白かなんかで下地を作ってオレンジを塗ってクリア、まあ、クリアっていうかクリアオレンジとか塗るといいのかな。よし、 あとこれかストップランプですね。はみ出したんですけど、はみ出した部分はね綿棒で取ってあげる。まあ赤の上にクリアレッドはなんかクリア感出ますね。クリアレッドっぽい感じになります。赤の上にクリアオレンジはよくわかんない、何やってんのかよくわかんない状態。あとシルバーだけか。いけるかこの小ささ。無理だろう、無理だろう。爪楊枝でいける、爪楊枝でいけるなら爪楊枝で。ちょっとね筆はきつそうなんで爪楊枝でいけるかどうか。ここね、これあのカメラではね反射してシルバーっぽく見えてるんですけど、全くシルバーじゃないです、赤です。でこいつを、無理だな見せながらは。シルバーになりました。爪楊枝にねあの色をつけてちょんと置いてあげた。ほとんどねあの塗ったかどうかなんか分かりません。まあここのねあの鍵穴のシルバーはきちんと見えるようになりました。結構ね失敗しまくってて、まあ久しぶりに作ったんですよこのプラモデルね。確かね今までねあのプラモデルの塗装済みのプラモデルとか食玩とかねいろいろアップロードしたんですけど、始めたのはねそれの前確かで、すごい時間かかってる。ほんとねプラモデル作ったのが十何年ぶりで、もう塗料とかもどこ行ってるか分かんなくて全部買い直し、筆とかも買い直し。で、もともとエアブラシは持ってなかったんですけど、まあエアブラシ買ったりとかね、
まあ、そんな感じということでね、今回はまあ結構地味めの動画になっちゃったんですけど、まあ細かいところのね塗り、もうほとんど分かんないレベル、ボディが赤だからの塗りをやってみました。ということでね、しばらく乾燥させてクリアをね次回拭けたらいいかなと思ってます。あとなんもないよね、多分もうあとクリアだけ、クリアと組み立てだけなんですよね。ということでね、これからもプラモデルだったりミニ四駆だったりガーデニングだったり趣味の動画をねいろいろアップロードしたいと思いますんで、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。